カルバリョペイロテオ・マルティンス構成ロは、ポルトガルの元サッカー選手、サッカー指導者。サッカー指導者として、ビトーリア・セトゥーバルで好成績を収め、2005年2月に FC ポルト監督に就任。続いて CF ・ベルネンセスを指揮し、2006年8月に U-21 ポルトガル代表監督に任命された。2008年7月、 リトアニアの FBK カウナス監督に就任し、UEFA チャンピオンズリーグ予選で、レンジャーズ FC を2から1で撃破した。2008年8月に、リトアニア代表監督に任命された。2010、FIFA ワールドカップ予選のルーマニア戦ではアウェイにも、かかわらず3から0の解消を収めた。予選突破はならなかったものの、オーストリアなど格上の相手を苦しめている。 2011年2月26日、ポルトガルのスポルティング CP 監督に就任するが、シーズン後に退任。2011年6月、ロシアの FC ロコモティフモスクワ社長のオーリが、スモロードスカヤをはじめとした、経営陣は、ユーリークラスのジャン監督を解任し、2年契約で、厚生労監督に任命した。クラスのジャン解任には、選手の反発もあったが、 厚生路はチームをまとめ、アルベルト・サパテルやマヌエル・ダ・コスタなど新戦力を組み込んで快進撃を演出し、UEFA ヨーロッパリーグではグループリーグ突破に成功。2012年5月、シーズン終了後に解任された。2018年7月、ポルトガルサッカー連盟の全国テクニカルディレクターに任命された。ありがとうございます。